みなさんこんにちはこんにちは。ちは三橋 TV のお時間ですこの番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私がおけの後三橋貴昭です三橋 TV は三橋貴昭のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたしますはいチャンネル登録こちらからお願いいたします 三橋経済塾ですが、はいえー、6月1七日にですね、中野武先生をお招きして、第6回の講義が開催されます。はい、明日かなはい、はい、で、えー、形成史論ですが、えー、高等論第53回北面の武士、歴史時事第53回クリミア戦争前編にコラー1世が、えー、リリースになりましたので、はい、ぜひこちらもご入会いただければと思います。はい、今日はね、あの話をしたいのね。国府。国府。国の 富と書いて、はい、国府。さあ、皆さんや高家さんにお聞きしたいんですけれども、はい、日本国の富、国府って何でしょうかんいなんか,なんか答えなさいよ。高ー <laughs> さんにもってきたね。インフラとかですかああ、なんで正解言うんだよ。はい。あと<な>、<う>何がありますはい。あのね、はい、貨幣って、 富っぽいじゃないですか。まあ我々のことった富でいいでしょ。<ー> 1>, はい、1億円持ってますったらそれはまあ富があるってことなんだけど、それって日本国全体で見ると誰かの負債だからで、はい、銀行預金だと銀行の負債でしょ。うんうん、現金指定だと日銀の負債になっちゃうから、日本国の富ってことを統計しようとした時に、貨幣って総裁されてゼロになっちゃうんですよ。はい。あでもなんかわかります。この何、何国富って何って聞かれてお金って思っちゃうじゃ絶対言うよね。絶対言うでしょ。うん、うん、はい。違います。違います。国の富っていうのは、 あの、三つあるんですよ。実はお金の部分も入ってるんだけど、うん、あの、皆さんが持ってるお金とはちょっと違うんで、後でそれを話しますけどね。はい、まず、さっきおっしゃった、んで正解言うんだね、本当に、ね、<laughs> <laughs> すごいな。インフラとか言う人いないよね。インフラストラクチャーもそうですよね。はい。はい。インフラストラクチャー。例えば、道路であったり、公安であったり、鉄道であったり、空港であったりと。うんうん、あるいは、発電所、送電網とかですね。ガスパイプラインとか、はいうん、水道の、えー、ライフラインのネットワークとかですね。はい、そういうインフラストラクチャーは、本当に国の富として、計上されてます。うんうん ストックとして、はいはい、でもそれ政府のものじゃないですか基本的に鉄道民,間化されて民営化されてるけどでもちろん民間が建設した工場とか、はい、店舗とかあるいは設備ですね、はい、あるいは運搬車両とか、まあ、こういうここにあるスタジオだけどここのそういう設備も国の富国府に計上されます、うん、そういう国府のことを生産資産って呼びます。生産産資うん これね、多分ね、あの、二つの意味があるんだよね。あ、もとも、あのもともとは一つなんだけど、私は二つの意味を持たせてるの。はい。一つは一つは、1> 1つは生産をするための基盤です。はい。うんうん。って意味ですね。はい。だって、インフラなしで、うん、あるいは電気なしでか一番簡単なのが、生産活動できますかって。うん、もうこれ、ま、ここ、今の活動全くできないよね、我々って。できないです。できない。これも、ま、全部ダメでしょ。はい、全部ダメでしょ。はい。だから、生産するための基盤ですよ、うん、っていうことで、生産資産なんだけど、はい、もう一個意味,が意味があると思うの。 我々が生産したものです。<ー>はい。はい。道路とか、発電所にせよ、送電ネットワークにせよ、まあ私じゃないんだけど、日本国民が投資によって生産したものですよね。うんうん、はい。ということで、生産資産は増やせるんですよ。はい。うんうん。はい。要は投資すらいいだけだから。で逆に、その、例えば劣化した設備とか廃棄されると、その国府の統計から消えてきます。はい。消えていくんですよね。はい。でも、 その、まあ普通の国は、あの劣化して破棄される設備よりも、たくさんの設備ね、固定資産を、あのせ、建設、投資するから、はい、だから増えていくもんです、うんうん、生産資産っていうのは。この生産資産がですね、まあ最強の富ですね。うん、私に言わせれば。うん、で、二つ目。はい、土地。土地。漁場。<ー>資源。はい。これも国富です。<ー>非生産資産と呼ばれてます。 さっきの生産資産と何が違うかというと増やせないところです。うんうんうん確かに。土地を増やすにはどうしたらいいでしょう国家としてですよ。国家としてえ他の国から奪うってことそう、戦争しかないですよね。戦争しかないですよね。ほぼ。ほぼ。で、その漁場もそうでしょ漁場も、海が漁場だから要は、それを増やすためには、いや、ここまで俺の海みたいなことやんなくゃ増やせないんです、基本的には。 資源なんても肌から埋まってるもんだからこれも増やせないんですねでこれが2つ目非生産資産3つ目が対対外外純純資資資産産産ででですすすこれ貨幣なんよ金融日本が外国に持ってる資産と外国が日本に持ってる資産日本から見ると負債その差額が対外純資産でそれは国婦に入るんだけどそれなんでかというと国内の貨幣じゃないんで相殺できないからです 私たちが例えばアメリカに100億円の資産を持っていたら、100億円の資産を持っていると。うん、向こう側の負債ですね。はい。それで話が終わるんだす、ね、はい。この生産資産と、非生産資産と、えー、対外純資産。はい、これが国府です。うん、日本国の富なんです。はい。で、それがどうなってるかというのね、これね、なんか私以外ね、誰もね、<laughs> この,あのデータ使わないんだけど、あるのよ。内閣府に。<ー>国府の統計って。ちなみに、ここ。 1993年までとそれ以降が統計の手法が変更されまして、だから連続してません。はい、でもなんか雰囲気はわかるんだけどね。これが生産資産です。青が。<ー>なんで94年の時にバーんとこう増えたんだろうね。あの、そういう統計手法を使ったんだろうけど、うん、あ、変更になったのね。はい。はい。ちょっとそこまで調べてないんだけど、まあ、あの、数字がわかればいいから。ここ、これ非生産資産。はい。茶色が、あ、オレンジが。ここ、ぐわーっと非生産資産が増えてるでしょ。はい。なんででしょう。どうしてですか え価格が上がったから土地のバブルですそういうことですかあの量全然増えてません、ね、当たり前だけど、えー、戦争やってるわけじゃないんだからでも価格が増えると金額で統計しちゃうからかどうしてもこうなっちゃってその後のペコンつてやりがたけみたいになってますね、はい、これが非生産産でこのグレーが対外純資産です、はいはい、貨幣ですねこれはね貨幣が金融資産ね、はい、でこれを見るとですね、まあ、統計手法の話はちょっと置いといて、はい、ここ リーマンショックの後、生産資産が下がってるんですよ。これは恐るべき話ですよ。企業が一斉に投資を取りやめて、工場とかを外国に持ってって、それで、これだって政府は別に、あの、なんて、この時、むしろ投資拡大したから、あのリーマンショックだったから、民間でしょうね。設備を廃棄して、工場を閉鎖してとかやったんですよ。それで、ち,ちょっと減ってんの。これ、とんでもない話ですよね。戦争やってるわけじゃないんだから。はい まあその後の回復はしてるんですけども、この生産資産こそが私は最も重要な国富だと思うんですよ。うんはい、国の富です。うんうん、だって、これ増やせないもん。あの、これなんか変動してるけど、これ価格が変わってるだけだもん。うんうん、だからもしあれですね、海洋資源とか海底資源っていうのを金額化統計化できるようになったら、はい、つまり確定したらそこにあるのがはい。これはでも確かに実質的に増えますよね。ああ、ああ、そっか。はい。価格がつくから価格がつくから。というん、だか、あるから。ある、確定するわけだから。 で、え、これはまあ、ぶっちゃけなんだよあの、デフレの、なんか、成果みたいなもんだから、あの、だからあんまり気にしなくていいですよね。まあ、言って、大会さんがお話ってのは前にやりましたよね。はい。あの、金融収支とか、経常収支の話をするときに、やりました、はいで。ここ、ここっていうのは、なんで重要かというと、これは我々が作り出すことができる、ということなんですが、うんうん、はい。大変、やばいことに、はい。大震災とかが起きたら、はい。壊れるのは、 どこですか貨幣って、震災が起きても消えませんからね。はいうんうん、確かに、はい。例えば、高木さんが100万円の銀行預を持ってましたと。で、大震災が起きましたって言っても、100万円の銀行預金はそのまま残りますよね。うんうん、あれ情報だからです。はい、貨幣ってのは。うんうん、ものじゃないからね。はい。あ、生産資産は壊れちゃったああ、先に言うんだから、そうなんだよ。<ー>これは壊れるんだよ、大震災で。うん あの大震災じゃなくたって壊れます。はい、てか震災じゃなくたって壊れますよ。うん、災害で壊れちゃうし、はい、戦争でも壊れる。うん、だから、日本は、えー、大東亜戦争に負けた時に、まあ、負ける前に、はあの、まあ、ここ壊されたんですよ、アメリカ軍に。はい。だから、生産設備とか流通網とか破壊されてしまったから、はい、1946年にインフレ率500%ぐらいの物価上昇になっちゃったのね。1>, だから1年で物価が6倍になるぐらいの。<あ>まあそれだけじゃないんだけど、理由は。 壊されたのも重要だから壊したわけですよ。だってアメリカ側からしてみたら、日本の工場全部潰してしまえば、もうお前ら弾薬も作れねえだろうと。それで勝ちでしょはい。あのね、戦争って、供給能力の潰し合いですからね。はい。究極的には。人を殺すことでは必ずしもないんですうん。どれだけたくさん人がいたところで、その銃生産できません。弾丸生産できません。もうおしまいなんですよ。そういう武器の生産ができなければ。まあだから総力戦以降の話ね。総力戦が始まって以降なんはい。 そんなこと分かってたから、当然供給能力の潰し合いですよアメリカは潰しに来た。いっていう状況ですね。だから戦争でも壊れんだけど、災害でもこれ壊れちゃいますよね。壊れちゃいます。で、こっからが本題なんですけども、南海トラフ巨大地震の発生確率がですね、引き上げられたんです、はい、今年の1月に。40年以内が80から90%だったのが90%程度に引き上げられちゃったんです。はい、で、そもそも10年以内で30%程度。 30年以内で70から80%。これが引き上げられたら80%程度と呼ばれることになります。40年以内は80から90だったのが90%程度になっちゃったのね<ー>。こんだけの確率で南海トラフ巨大地震が起きる、はい。首都直下型地震も大体同じぐらいです、はい。でね、1845年に東海地震、南海地震というのが連続して起きたんですよ。よ江戸時代ですね、はい。あの安政時代です <laughs>、はい。で、だから安政の大震災と言われてるんだけど、 その、えー、90年後か。あ、すみません。19、1854年ですね。1854年に、はい、安政の大地震が起きた大あの。地震だけじゃなくて台風とかいろいろ大変だったんですけど、はいはい、安政時代というのは。はい。だからあの、あの、何でしょうね。明治地震になっちゃったという理由もあるんですけど、ね、<ー>国内混乱したら、うん、で、その、えー、90年後の1944年、大統領戦争末期と2年後の1946年にやっぱり東,東海地方で地震が起きてます。はい、大震災が。はい、大地震が。はい はい。それからだから1944年だから、その90年後ってことになると1900、あ、2033年ですね。ああ<ー>。だから、こ、ここだよね、むしろ。はい。もはや。うん。今2023年でしょはい。で10年以内に入っちゃってるんですよね。でも30年以内70から80っていうのは、だから、そ、そういう歴史を見ると、別に否定できないよね。うん。じゃしちゃダメだよね。うん。そうですね。はい。そういう前提で、はい。 我々動かなくちゃいけないんですよ。うん、で、ここで重要なのはですね、さっきの生産資産ですね。はい。我々って、例えば、震災が起きて建物が崩れましたとか、道路が、例えば高速道路が落ちましたとか、阪神・安路大震災のように、はい、そういうのイメージつくんですけどね。うんうん。はい。想像できるでしょはい。でもね、より重要なのは、その後なんですよ。あと後と。さっき言ったじゃん、生産資産って、二つ意味があると。はい。 我々が生産できるから生産資産って呼ぶのと同時に生産するための基盤だから生産資産なんだよと。はい。その基盤が破壊されちゃうってことです。<ー>するとどうなるか、うん。作れないってことですかそう、生産できなくなっちゃう。お<ー>それ以降。はい。あのこれややこしいな。要は GDP を稼げなくなるんです。うんうん、簡単に言うと。簡単か、はい、<laughs> まあこれ見てる方にとっては簡単なんだけど。はい。そっちの被害の方がでかいです。間違いなく。で、 これがですね、阪神アージ大震災の時の GRP。GRP って、はいえ、グロスリージョナルプロダクト。だから地域創生産です。<お>国内じゃないんですよ、阪神って。阪神アーあ、なるほど、その地域,ってです、ね、地域だから。地域の GRP がどのように推移したかっていうのを、えーはい、せ2018年かな土木学会が、あの、提示してくれたんですね。こうなりますと。で、この赤ですね。激甚被災地の GRP ですね。激甚被災地。これ青は周辺なんだけど、赤い方は、ボーンと、 えー、震災の翌年の GDP が、GRP が落ち込んだの。<ー>はい。だから4割以上落ちるんですよ。はい。GRP が。で、さらに重要なのは、そこから回復できないんですよ。うん、本当ですね。20年かかって、やっと前に近い水準まで、はい。戻したっていうことになるんだけど、うんはい、これ当たり前ですよね。だって、生産資産がなくなってしまいあ、壊れてしまいましたと。はい。もう一回その生産資産を作って、その上で生産するっていう形にならざるを得ない。うん ですよね、ここについて多くの国民は多分理解しないですあちなみにこの話が出た時っていうのは一応 NHK はじめ報じてくれたんだけどなん、はい、だろうな我々がイメージできる災害あの震災の,その被害って建物が壊れましたとか、うん、道路が使えなくなりましたっていうのは、うん、すぐこう想像できるんだけど、うん、その後ですよね確かに想像したことなかったないでしょう。 もう生産がその地区でできなくなっちゃうんす。はい、そうすると GDP が生まれないってことです。うん、はい。で、南海トラフ,フ巨大地震と首都直下型地震については、さっきの土木学会が被害の試算をしてくださってまして、首都直下型地震だと、試算の被害が47兆円。これがだ生産資産が壊れましたってこと。はい。これだけでもとんでもないんだけど、うん、はい。南海トラフは170兆円です。ただ、それ以上にでかいのが、その後の20年間 GDP を、うん 稼げない。生産できないっていう被害が、首都直下型だと731兆円。うん、南海トラフだと1240兆円。です。で、これ財政被害って何かというと、はい、GDP 稼げないから税収が入らないと。はい、<laughs> ああ、そういうことです、ね。じゃあ、こっち77兆円、131兆円と、うん、で、人的被害は首都直下型だと2万3000人。南海トラフ巨大地震は32万3000人。です。うん、で、これ南海トラフの方がかなり被害がでかいのは、はい、津波ですよね。ああ<ー>、はい。千葉県から九州の鹿児島まで、うん、 津波が押し寄せます。とりあえず現在の想定だと、伊豆諸島、伊豆半島とか、はい、伊豆諸島っていうのは、20メートルから30メートルの津波が押し寄せると。で、ほとんどの、例えば静岡県にしても愛知にしても、はい、10メートルから20メートル。あの、10メートルでも壊滅しますから、はい、都市が。はいうん、っていうような状況なんです、これ。で、もっと怖い話があって、この47兆円とか170兆円といった資産被害について、 この中には民間の資産が入ってないです。例えば、鉄道網。はい。あるいは電力。はい。コンビナート。はい。入ってないんですよ。入ってないんですよ。これは土木学会の会長が言ってたから間違いないですよ。当時のね。はい。だからさらにでかいんですよ。で、こう電気とか、ガスとかが、あるいは鉄道がなくなってしまいましたと。なったら、さらにこれでかくなるでしょうね。20年経済被害が。だって生産しようがないもん。 という状況なんですよ。さあ、どうしたらいいでしょうか、うん、これはね、もう逃れられないですよ。はい。だから、できるだけ被害を抑えるっていう必要がありますよね。うん、はい。で、じゃあ、どうしたらいいと思いますどうしたら要は、太平洋ベルト地帯とか、東京圏に人口が集中してるのが問題なんですよ。ああ、なるほど。産業もそうだけど。はい、はい。それを分散化させなくちゃいけない。うん。だからね、あの、今日の話を聞いて、日本海、 側にもう一個の国土地区を作る。はい。これ反対する人いるいないと思います。はい。だから新幹線をちゃんと日本海新幹線とか引いて高速道路網とか作って、うん、それ太平洋ベルト地帯側と行き来できるようにして、ねはい、ちゃんと。さらには港湾。はい。あの、水深18メートル。はい。の、あの、要は超大型コンテナ船が入れるような港湾とか整備して、うんうん、まあ、新潟国拡充でいいんだけど、とりあえず。うん、そして、できるだけ人口を、あの、太平洋ベルト地帯、うん、あるいは東京圏から日本海側に移すってことをやらないと、うん、多分日本国、これで、 消滅するかもしれない。まあ、日本人は残ると思うよ。うん、でも日本国という国家は、本当に消えちゃうんじゃないのと。はい、なぜなら、安政の時の、いわゆる南海トラフ地震だね。はい、あるいはその、えー、終戦間際と終戦直後の,あの南海トラフ地震の時は、こんなに太平洋ベルト地帯に人口集中してなかったし、建物もこんなにでかくなかったんですよ、はい。こんな東京圏に高層ビルバンバン建てちゃって、その状況で大震災、直下型地震っていうのを経験するのは我々が初めてですから。はい でも東京圏に住むのも嫌ですよ、多分。怖いですよ。怖いでしょ。だから私言い出しに行こうとしてるんだけどね。でもやっぱ私も、どっかに行きたいなって思うんですけど、便利さとか考えると、残っちゃう。だから、リニアが重要なんですよ。あるいは新幹線なんですよ。結局、その話ですよね。例えば、東京にすぐ行けないとか、東京じゃなくてもいいんですよ。大都会にすぐ行けないとか、不便だってなると、春巡しちゃいますよ。結局、我々、この便利な生活になりすぎちゃってるから。 でも、リニア新幹線ができたら確かに。それでなんか、いっぱい企業とかが、ね、そこまで行くかどうかわかんないけど、だって、飯い市し、だって、品川で45分になるでしょ。はい。ベッドタウンになれるんだよね。うん,う,んうん、うん、うん。うん。下手したら <laughs>。はい。で、人口増えれば住民でも上がるから、別にあの、自治体も文句ないだろうと。ああ<ー>。はい。でもい、いまあ、それだけじゃダメで、はい。これ私が個人的にやるだけの話で、はい、国家としては、 まあ、リニア戦艦線さっさと通せと。つく、あの、これ言っちゃいけないんだけど、私はポジショントークになっちゃうけど、どっかの知事黙れと。はい<ー>。<笑><笑>いうのに加えて、本格的に日本海側に国土地を形成して、はい。その、それこそ高度成長期のようなプロジェクトをやって、うん、人口できるだけ日本海側に行ってくださいと。はい。やらないと、ちょっと壊滅的な状況になるのこれ。うん。うん、40年。40年。以内、90%。い 90分まあ、で30年以内の70から80%の時点で来ますよ。確かに、はい。ちなみにあの例えば80年周期100年周期とかでそう確実に来るわけじゃないんだけど、はい、ずっと起きてるんですよ、うん、そのぐらいのス,、うん、スパンで。最近も地震多いですもんね。多いね。うん、下手したらこれだよ。あれだよ。南海トラフと首都直下が連続するかもしれない、ね、あ,<ー>あのすぐってわけじゃないんだけど、はい、南海トラフで大変なことになってる状況で首都直下っていうのは起こり得るから。うん だから、東海道新幹線は、とりあえず使えなくなるよ。はい。だって、あの、浜松のところ、浜中のところって <laughs>、めちゃめちゃ海面すれすれ走ってるはずですよね。津波で、あれ突っ飛んじゃうでしょうね。はい。軽く。そうすると、一番、この肝心要の東海道という、うん、まあ、背骨だよね、日本経済そうですね。そこが通行できないってことになるから、だからリニア新幹線は重要だし、うん、日本海側の交通インフラも重要でしょ、うと、うん、いうのに反対できるのかなと、と思うんだけど、はい。 反対する連中はいるんですよね。どうしてですか？どうしてだと思います？どうして？うん。もちろんその金銭財政主義者とかね、まああれ頭が悪いとかいろんな理由もあるんだけど、はい、多分根本的にはね、考えないからだね。考えないから？考え真面目に。ああ、もしもの時のこと。いやそれはねあの何だろうね、まあそのレベルじゃないです。<laughs> その前のじ時点であの考えない結果。 今日本ここまで追い込まれてんだろうなって思うのでちょっと次回はね、はい、その話を取り上げたいと思います、はい、だってあれでしょ今日本海側に国土地区作れって言ってますけど、はい、これやろうとしてもできなくなる事態っていうのはあるわけです今はできると思いますよ、はい、ただできなくなっちゃうかもしんないでしょという話をちょっと次回やりたいと思うんです怖かったでしょうどうでした はい財政破綻という言葉を耳にしたことがあるでしょうか2021年に財務省のトップ矢野浩二財務次官はこのままでは日本が財政破綻すると警告する矢野論文をですね発表しましたしかし実はこれは真っ赤な嘘なんです実際 財務省もホームページで日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられないと,というですねえことを語っているわけです。しかし財務省のトップ矢野浩二事務次官をはじめまだ財政破綻論の嘘を広め日本を貶めるメディア、政治家、大学教授が後を絶ちません。そんな嘘を見破り 騙されないようにするための書籍がこちらですね財政破綻論の嘘この書籍を読んで日本の財政破綻論が嘘だということをパーフェクトに理解してくださいいつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたしますそして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね